こんにちは、タカです。はい、これね、ですね、手帳なんですけど、これもずっと、届くのを待ってた商品なんですよ。ハッスルストーンペーパーっていう、手帳なんですけども、石でできた紙なんですよ。もうね、去年ですね、いつぐらいだったかな、去年の10月とか、なんかそのぐらいに注文した気がします。でようやく今日届いたっていう。よいしょ。もうね、届かないのかなって思ってました、諦めてたんですけど、届きました。これ、もう本当はもう2017年1月からこれ使いたかったんですけど、まあ4月からね、使おうかなと思います。石とプラスチックだけでできてる。ものすごくね、水に強いっていう感じなんですよ。だからもうビチャって水がこぼれてもヒュッと拭けば OK みたいなね、確かにね、紙の質はね、なんだろう、ちょっと違う。まあツルツル、まあそうですね、多少スベスベしてる感じの、結構柔らかいんですよね。ちょっと紙っぽくない紙、でも厚みは結構ある気がします。あ、これはね、このページ、なんか目標を書けるようになってるページとか、ね、いろいろリスト書けたり、モチベーション&サクセス、なんかいろいろね、自分のこうね、向上のために使えるページなんかが最初にあって、でカレンダー、2018年のカレンダーと、ちょっと眩しいかな、はい。で年間プランナー、年間プラン、でこれ日付とかがねついてないんで、まあいつからでもスタートできるようになってるんですよね。で、なんかいろいろ一言一言ページごとになんか書いてある、まあその週のなんだろうね、アドバイス的なというか、まあモチベーションアップのためのセリフが書いてあるみたいな、こんな感じ、ざーっとね。でこっからは自由帳みたいな感じですね、ざーっと。でこっちは罫線付きのノート、で最後のページにちょっとね、まあメモを入れれるようなちょっと袋がついてるみたいなね、そんな感じの、そんな一冊なんですよ。でこれ確かね 4,5,000 円したんですよね。だからまあ石の紙っていうのをまず使ってみたくて、でね、結構見た目もちょっとかっこいいんで、できればね2017年の頭から使いたかったけど、まあしょうがないかなと。すごく丈夫な紙とのことなんですけどね、まあ多少の水は全然へっちゃらという感じで、字も
普通のノートに使う筆記具なら何でも使えるみたいな感じらしいんですけどね。万年筆も大丈夫なのかな。水性のインク、ちょっとそこがね気になるところです。まあ鉛筆ボールペンは全くもってね問題ないんでしょうけど、ちょっと万年筆書いてみたいですね。はい、じゃあちょっとこの最後のページに国運のね、これは紺碧、色しずくの紺碧が入ってます。ちょっと書いてみよう。書き心地は悪くないです。あ、でもなんかちょっとにじむ、なんかちょっとにじんでるね。まあ裏抜けは全然、ちょっとにじんでるね。セーラーのキワグロ、ですね。万年筆はあんまり良くないかも。紙がね結構柔らかい感じ、柔らかいのだから万年筆がねちょっと埋まるような感覚、ちょっと書くとね埋まるような、なんかそんな感覚もあるかな。ボールペン、これはねパーカーですけど中はジェットストリーム、これはボールペンで書くべきノートかな。万年筆やっぱりちょっとねインクの乾きが遅いかもしれないですね。ちょっと伸びるね。シャーペンいってみます。お、やっぱりすごい紙の柔らかさをすごく感じる。なんかね書いててグッと沈むね。万年筆の場合だとペン先が細いと結構この柔らかい紙のねこの紙質が結構影響するなという感じ。この国運はこれ中字 M2 部なんですけどね、 M2 部、このぐらい中字ぐらいだとグッとこう沈む感覚が薄いんで、
書き心地はいいですね。モンブランのマイスターシュトック149。ああ、悪くない。うん。うん。コクーンの F2 部。やっぱダメだ。F2 部、F2 部になった途端にすごいね。やっぱり、全然違います。うん、裏抜けとかはもう全く問題はないんだけど、でもやっぱりこの乾き具合とか考えると、書き味、書き心地か。書き心地とか考えて、ボールペンが、一番いいね、これは多分。ものすっごい自然に書ける。0.5。ジェットストリームの 0.5。おお。これもやっぱり。書き心地はね、悪くないですもんね。ボールペンは細くてもいい感じかも。なるほどね。あ、でもね、 0.5 だと結構、あ、 0.5 じゃなくてもそうだね。ボールペンは跡がっていうかね、うん、やっぱり沈むんですね、この紙ね。すごい裏にボコボコっと字の跡が出る。はい、というわけで、もうやっと届いたハッスルストーンペーパー。これね、どんな感じかこう使ってみたくてね、ようやく届きましたけど、まあこれはあれですね、ボールペンで使うのがいいかな。うん、ボールペンだとなんか結構気持ちよく書けますね。万年筆はあんまり向いてないかも。よし、とりあえず、まあ、4月いろいろね、自分のまあ仕事のスケジュール、まあ、家でね使うようにこれは使っていきたいなと思っています。まあちょっと面白アイテムとして買ってみた手帳、もう半年、届くまでに半年かかりました。いやー、待ちくたびれましたけど、とりあえず届いてよかったです。